今日は Amazon でカタログ作成するときですね、ジャンコードをプロダクト ID として使うんですけど、以前はこのなかった表示ですね、セレクトで何か選べなきゃいけないと、4つのうちですね、これが出てきたんで、この解説です。EAN を選んでください。ジャンコードは EAN です。他の3つについてはですね、ここで説明するとややこしくなっちゃうんで省略しますけど、ジャンコードで登録する場合は EAN を選択すると。いうのを覚えてください。